皆さんこんにちは、アリサです。今回はおまみと一緒に最近 SNS で話題の天使のわらび餅キシャバ店に行ってきました。タロリ天使のわらび餅は大阪に本店があり、全国にフランチャイズ契約店を展開していて、鹿児島ではここキシャバ店が初で、現在中央駅店と天文館店もオープンしています。種類はわらび餅、飲むわらび餅、あとクリームわらび餅、3つ大きく分けてあるんですけど、フレーバーが違うのでとっても迷いました。今回は結局キシャバ店で8月まで限定の桜島コミカンとわらび餅の和3本を選びました。そして外には映えスポットがあるので、ぜひ買ったらこの映えスポットで撮っていただきたいんですけど、私は挑戦するもあんまりかっこよく撮れませんでした。そして今回は近くの公園でいただきました。この桜島コミカン味は甘酸っぱくもね、想像よりも結構爽やかで、夏にはぴったりの甘さでした。でこれキシャバ店で、またそして8月までの限定なので、ぜひ飲んでいただきたいです。わらび餅って飲めるのかなとか思ったんですけど、これ飲めちゃいました。ぜひ飲んでみてください。続きまして、わらび餅の和3本、こちらは小豆と2種類味があったんですけど、まずは和3本を購入してみました。箱を開けるとね、贅沢なきなこちゃんたちがたっぷり入っていて、50円で黒蜜も注文できました。私たちは今回は黒蜜は注文していません。切ってみてほうがいいね、食べるときはね。すごい大きい。どう、とろけている。おう、パパ落ちた。すごいとろけ、とろけととろとろだなんて言ってますが、本当にそんな変な言葉を生み出してしまうぐらい、私たちの中でわらび餅革命が起きました。きなこもとても美味しかったです。というわけで、今日はとろり天使のわらび餅キシャバ店に行ってきました。皆さんもぜひ行ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。